世界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。手先が器用で勉強熱心な彼らは、海外では類を見ないほど充実したサービスを提供しています。近い将来、世界中の人々が日本の美容室を訪れるようになると、ヘアサロンのガイドブックというプロジェクトが始動しました。それが神カリスマ。フランスのミシュランが飲食店を星でランク付けするように、神カリスマも美容師を星でランク付けしています。新しいなとは思います。非常に美容業界って、まあ、団体で競うものとかもあるんですけど、ああやってこうなんていうんですかね、あの一つの形として評価していただけるものがあるっていうのは、あのすごくいいことだと思います、はい、嬉しさとプレッシャー、美容界の発展とかモチベーションだったりとか、いろんなものにつながると思うし、やっぱ負けず嫌いの人は選ばれなかったらクソと思うし、一つの基準かな。その星をついてる人たちってそれなりに価値があると思うし、三つ星の人たちは特に本当に誰一人予約取れないだろうなと思ってるんで、そういう価値を作ってくれたっていうのは、一つ世界に発信していく中でもすごい嬉しい称号だなと思います。創刊から3年目を迎える今年も、クールジャパンの名のもとに日本で活躍する美容師と美容室が選出されます。日本にはおよそ24万件の美容室があり、52万人以上の美容師たちが働いています。その中からベストオブスタイリスト、ベストオブサロンを厳選した世界初のヘアサロンガイド神カリスマが誕生したのは2019年12月。その神カリスマの珍しい特性は、美容室という単位だけでなく美容師個人も対象にしていること。カットに関しては総合部門とメンズ部門が設けられ、それぞれ美容師個人の魅力にフォーカスしています。サロンワークでいうと、あの総合力な部分もあると思うので、なんか自分ばっかりっていうなんか思うこともあるんですけど、ただやっぱお客様はやっぱその人についているところもありますし、最終的にはカットする人が全てをこう責任を持つじゃないですけれども、そこがまあ、あの大変さでもあり楽しさでもあるとは思うので、まあ、そういう評価もありがたいかなと思います、はい、個人の方がいいと思います、うん、世の中的にはブランドとかこういろいろ洋服に関してもご飯に関してもこうお店を評価するってあるけど、個人にフォーカスされるものってなかなかないから、でも頑張ってきたのはその個人なわけで、個人が頑張って個人が評価されるっていうのは今の若者にとっての一つの夢になるから、すごいいいなと思います。そうですね、個人でこうどこかに評価されることがないので、評価自体嬉しいですね。どんどんしてっていいんじゃないかなって思います。個人受賞には一つ星から三つ星まであり、ハサミをイメージしたマークを使用。三つ星は高度な技術やスタイルを有し、それを世界へと積極的に発信する美容師たちに贈られます。また美容室での受賞にはパーマ、ヘアカラー、トリートメントスパの3つの部門が設けられ、それぞれ高度な技術とセンスを持った美容室が選出されます。そしてそれらを選定するのは、国内外の文化人と美容関係者によって行われる覆面調査と専門調査、技術力、デザイン性、世界への発信力など
7つの視点で総合的に審査し選出されています。技術や人気だけでなく、今の時代を捉えた総合力の高い美容師と美容室が選ばれているのです。三つ星の人たちに関しては当然だろうなっていうか、本質を極めてる人がちゃんと選ばれてるなと思いました。なんかいつの間にかですもんね。うん、いや怖い、怖いですよねいやでもまあ基本だから調査員でであろうがなかろうが、来てくださった人を気にすることは変わらないので、まあそこは一生懸命やって喜んでもらえた結果だとも思うんで。そのちゃんとわからないように審査されてて、やっぱりこのどういう風なパワーバランスでとかわかんないからこそ、本質がちゃんと見れるというかっていうのはやっぱ大きいと思います。お客様目線の初めてのショーかなとか思ったら、なんかめちゃくちゃ嬉しいなと思ったし、自分がまた選ばれるかわかんないですけど、まあ、ずっと続いていったらいいかなみたいな。神カリスマは毎年更新され、2冊目となる神カリスマ東京2021ヘアサロンガイドは世界9つの国と地域で発売されています。昨年末、神カリスマの発表と表彰を行う神カリスマ東京2021アワードが行われました。今回選ばれたのは99名の美容師と47件の美容室。最高ランクである三つ星を獲得した美容師は8名でした。もっともっとこうね、美容師業界を世界にどんどんどん広めていけるような感じでこれからもやっていきたいと思います。でも率直にめちゃくちゃ嬉しいなっていう、今年一番嬉しいかもしれないですこう長い間美容師をやってて、まあ、こうやって評価していただくっていうのは本当にありがたいなというふうに思いますし、まあ、本当にこう毎日お客さんと真剣に向き合ってきてよかったなと思います。そして今年12月には神カリスマ東京2022アワードが開催されます。3年目を迎える今年は規模を拡大、東京だけでなく日本全国の美容師美容室が対象になりました。本当に全国日本の美容師さん の一つの目標になって、みんなが喜んでもらえる美容師さんがどんどん増えていったらいいかなと思うので、ぜひ僕もこの三つ星に負けないように一生懸命来年も頑張って少しでも貢献できるようにやっていきたいなというふうに思います。これがまた全国版になった時、まあ、全国にはすごい美容師さんもたくさんいるのでそういう部分でまあ負けないようにしなきゃいけないなと思います。やっぱ僕らはやっぱり一日一日ちゃんと頑張っていくしかないなって、その積み重ねが多分神カリスマにつながってるんじゃないかなって思ってるので、それを信じて毎日やる、それだけです世界レベルの技術と今の時代を捉えた総合力から選び抜かれた神カリスマたち。明日からは受賞した美容師を紹介、それぞれが追い求めるスタイルについて紐解いていきます。その前に今回は2年連続三つ星を受賞した2人の神カリスマをご紹介します。上質な大人に向けたスタイルを追求する青山のヘアサロンサンバレー代表の朝日光輝さんは、抜群のセンスと高い技術力で幅広い年代の女性たちを美しく変身させています。また有名モデルや女優たちのスタイリストとしても活躍、赤文字系雑誌の表紙担当数はトップクラスというヘアメイクのカリスマで、最新トレンドを牽引しています。正直言ったら嬉しいですけども、単純に嬉しいというよりはいただいたことに関して
まあ、恥じないようにというか、まあ、もっと頑張らなきゃなっていう気持ちは両方生まれた感じがします、はい、そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは、体現性をできるだけ高くしながら、まあ、その人のその似合わせを意識して、髪を切ることが、まあ、特技というか、まあ、一番自分らしく気にしていることですかね、はい、やっぱ自分の良さって自分で気づかないんで、なのであ、あなたの髪質とか骨格だったらこっちの方が綺麗じゃないですかとか、こっちの方がやりやすくないですかとかっていうないものを付け足すのもいいんですけど、あるものをより綺麗に見せるというか生かす、それがオリジナリティだと僕は思ってるんで、いつもすごいお任せでやっていただいてるんですけど、朝日さんは基本的に本当に早くっていつも完璧にもう仕上げていただけるので、安心して切っていただいてます。もう他の人にお願いできないです。その人ならではの美しさを導き出すカット、3センチ切るだけでも朝日さんならではのこだわりが、例えば3センチ切ってくださいとか言うじゃないですか、でも人によって切る側によって3センチの捉え方が全然違うんですよね。例えば髪の毛って濡れてる時に切っても癖があると上がっちゃうんですよ。だから濡れてる時に3センチ切るとひょっとしたら4センチ切ったことになるかもしれないですよね、とかいうふうに、あとは量とかシルエットとかスタイリングによって変わるんですけど、3センチとか1センチでも切り方全然違うんで、そこがだからまあ個性であり、まあ、だからそこをどう切っていくのかっていう、結構長さはそんなに変えたくないけど雰囲気変えたいとかっていうオーダーも多いんで、切らないで変えると難しいじゃないですか。いっぱい切ったら変わるんで、誰でも簡単に分かりやすく、でもそうではないっていうところがこういう難しくもあり見せ場っていうか やりがいはでも本当にこう結果がすぐ出てるのがこの美容師のまあ面白さであり大変さなんですけど、まあお客様が来てくださってその場でこう喜ぶか喜ばないかもうすぐ分かってしまうので、お仕事ってこう積み重ねて後々結果としてなんか評価が出たりとか多いじゃないですか。僕らの仕事ってもうその場で答えが出ちゃうんで、まあそれがやっぱやりがいですかね。やっぱ人とこう一対一でこう向き合ってこう その場で評価をもらうというか、うん、ダイレクトにこう分かる。美容師始めたのが、まあ、19、20歳ぐらいの年なんで、まあ、26年ぐらいにはなるんですかね、はい、確かデビューしたのが22、3ぐらいの年だったんですけど、いやもうすごく覚えてないんですよね。なんかもう緊張しすぎちゃって、うん、シチュエーションは覚えてるんですけどお客様の顔だったりとか全然覚えてないですよ。もう緊張しちゃってもう、はい、もうとにかくその人をきれいにして返そうっていうことしか考えてなかったので、ね、緊張のスタイリストデビューから上り詰めた神カリスマ美容師、そしてその先にある神カリスマを目指す若者へ思うことは、僕はもうもともとその神カリスマがあったから頑張ったというわけではなくて、まあ、その人その人お客様一人一人の、まあ、カリスマになりたいと思って切り続けていることの結果だと思うので、もう本当に素晴らしい美容師さんで僕だけじゃなくて全国にたくさんいらっしゃると思うんですが、やっぱりそういう人ってやっぱり人をちゃんとこう向き合って喜ばせ続けた人が本当のカリスマだと思うので、やっぱり日々 の来てくださるお客様 の唯一無二のカリスマを目指していければ、まあ、必然的にそういう神カリスマみたいなショーに近づけるのではないのかなと思うので、まあ、毎日の積み重ねをお客様の喜びをたくさん蓄えていっていただけたらなと思います、はい、そう僕は全部もう分かってる
ゴール分かんないと切り始めないです。この後はメンズカットのキング高木拓也さんが追い求めるスタイルを紹介します。美のミシュランと称されるヘアサロンガイドブック神カリスマ、時代の最先端を行く美容師たちの追い求めるスタイルを紐解きます。メンズカットに定評があり全国から若者たちが殺到するヘアサロンオーシャン東京、代表の高木拓也さんは数々のヘアコンテストで日本一に輝き、神カリスマではただ一人メンズ部門で三つ星を獲得。さらに今年4月にはパリコレの舞台にも進出するなどマルチに活躍しています。美容業界だけでなく一般的な知名度も日本トップレベル、まさにメンズカットのキングなのです。まあ、率直にすごく一安心したっていうところがリアルなところで、僕の場合は売り上げもそういう作品とかそのテレビとかも含めて全部出てるので、これで取れなかったらシャレになんないなと思って、赤いスーツも着てたし。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは、僕が一番こだわってる部分ってその過去一を出すっていう、今までで一番良かったわって思ってもらえる技術をするっていう。その人のターゲット層、誰に喜んでもらいたいか、彼氏なのか彼女なのか上司かもしれないし、そのターゲットに合わせてそのターゲットが好きそうな髪型をプロデュースするっていうのが僕の特徴ですかね。男の子たちのモテたいっていう気持ちは誰よりも分かるし、あなたに合ってれば女の子はあなたのこと好きになりますよっていうのも知ってるので、男子たちに背中を押せる存在になりたいなと思ったんで、だから男子にこだわってるっていう部分はありますね。彼が生み出す唯一無二のメンズスタイル、それには欠かせない道具があるといいます。この毛量取る方は僕しか使ってないかも。いかにナチュラルに毛量取るか、だからこのシザー、この長さを変える普通のハサミは切れ味で、もう一個のこっちの方は束感を作るのに一番必要だから、これだけはすごいこだわってるかも。全部ミリ数が違います。そう、このハサミないと綺麗に動きが出ない。僕が言われるのは、高木が切ると痩せると、自分の顔に合う髪型、髪質、毛の生え方と頭蓋骨、あと肩と首を合わせると痩せます。この子の場合は目も大きいし力も強いし、頬骨がちょっと普通の人より高いから、人が目に行くポイントをここに持ってきちゃうと頭ででかくなっちゃう。上に持ってきてあげると顔がすごく細くなる。目より上のインパクトの方が強いからすごくイケメンに見える。ああ、考え方違いますね。その男子の場合はどちらかというとシャープ感の中に丸さを出すんですけど、女の子は丸さの中に抜け感を出すからちょっと違うか。
今20人しか切らないです。マックスは50人ぐらいで、一番こうしゃかりきに、別に今もしゃかりきやってるけど、今経営者もあるから制限しますけど、全部リミット外したら50人。そんな彼が美容師、そしてその先にある神カリスマを目指す若者に思うことは、ぬるい。やっぱり10回切った人と100回切った人、どっちが上手くなるかって言ったら100回やった方が上手くなるわけで、それ100やってただけの人が日本一になれるかって言ったら無理だし、三つ星欲しいけどやりたくない。自分の時間は欲しいし、でも三つ星は欲しい。そんな甘くないだろうっていうのは思ってるんで、単純にどうやったら三つ星が取れますかって言ったら、練習するしかないでしょ、行動するしかないよねっていうのは思ってるんで、どれぐらいのうまいレベルでいいんですかって、お客さんの納得するうまいのか、お客さんの想像を超えるうまいのかは、その人それぞれだから、俺はそっち行きたいなっていう。美しさと感動を与える美のカリスマたち、今日も世界中の人々に日本の技術とおもてなしの心を届けます。 You can take it back.